幕末最強の剣豪ベスト5。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は幕末最強の剣豪ベスト5について紹介していこうと思います。太平の世が続いた江戸時代ですが、江戸や大阪といった大都市だけではなく、地方でも剣術が流行しました。これまで武士のものだった剣術が庶民の間で一大ブームとなったのです。幕府は文化天保年間に相次いで剣術禁止令を出しますが、その熱気が冷めることはありませんでした。そして幕末の激動期、多くの剣豪が登場してきます。そこで今回はひたすら剣を磨き、剣のために生きた人物たちを5人ご紹介していきましょう。よろしければあなたが最強だと思う剣豪も教えてくださいね。第5位、小太刀日本一と呼ばれ龍馬を斬った男、佐々木忠三郎。佐々木忠三郎は天保4年1833年に会津藩士佐々木源八の三男として生まれました。会津藩の剣術師範羽島源太から神道尚武流を学び、槍術は興津庄之助から奥義を授けられ、若いながら非凡な実力を発揮していたそうです。その腕前は小太刀日本一と称され、後に幕府公部所の剣術師範を務めたほど。小太刀とは太刀より短く、接近戦で大きな武器となりました。古くは戦国時代の剣豪戸田正源が治めた中将流が知られていますね。さて、忠三郎が27歳の時、幕府御家人佐々木亜太夫の養子に入って幕臣となり、御書院番与力という役に任じられています。その頃京都では長州藩士をはじめ尊王攘夷派の志士たちが暗躍し、治安は悪化しつつありました。そこで幕府は動き、会津藩主松平容保を京都守護職に任じ、その期間に治安維持部隊を結成させるのです。それが京都見回り組でした。それ以前に京都では過激な思想を持つ清川八郎が暗躍しており、腕の立つ忠三郎は暗殺を命じられています。そして北進一刀流の免許改憐を持つという清川を討ち取ってみせました。元治元年1864年、忠三郎は見回り組メンバーの一人に任命され、初陣となった禁門の変に参加。やがて新選組と同じように京都市中の巡察を行いました。当初は両者が互いに対立することもあったものの、互いに協力しながら京都の治安維持に努めたといいます。翌年になると忠三郎は見回り組頭に昇格し、実質的に組織を取り仕切る立場となりました。その2年後には坂本龍馬と中岡慎太郎を殺害していますが、特に龍馬に対して恨みがあったわけではありません。1年前の寺田屋事件の折、龍馬は拳銃を発砲して取り方を殺害しており、あくまで公務を遂行しただけでした。そして忠三郎は激しい戦いに身を投じることになります。慶応4年1868年1月に旧幕府軍が京都へ向けて進撃し、鳥羽伏見の戦いが起こりました。忠三郎も400人の見回り組大使を率いて鳥羽方面へ進み、新政府軍と衝突します。見回り組は奮戦するものの、味方が敗走したことで撤退を余儀なくされ、男山に近い橋本まで下がりました。そこでの戦闘中、不幸にも敵の銃弾を腰に受けてしまうのです。大阪城まで搬送されますが、主君徳川慶喜がいなくなった以上はとどまることもできません。この時忠三郎が痛みで苦しんでいると、兄の手代木勝藤がこう言ったそうです。お前は随分と人を斬ってきたのだから、そのくらいの苦しみは当然だろう。これを聞いた忠三郎は苦笑するしかなかったと言います。そして紀州を目指して敗走中、傷が悪化したことにより36歳の生涯を閉じました。第4位、目にも止まらぬ剣劇で新選組随一の剣客となる沖田総司。幕末の剣豪の中で特に人気が高いのが沖田総司でしょう。
宗次は白河藩士の息子として江戸で生まれますが、当時の家は日野にあり、親戚だった井上源三郎の家も近くにあったそうです。日野といえば天然理心流の道場があり、近藤勇や土方歳三を輩出した土地。宗次も井上家の子供たちと共に幼い頃から剣に親しんでいました。とりわけ9歳の頃には剣術で大人に勝ったことから、その腕を見込まれて市営館に入門。そして12歳になると白河藩の剣術師範に勝ってしまうほど腕を上げたといいます。若干20歳にして市営館の塾頭になったほどですから、やはり天才的な剣の才能があったのでしょう。後に長倉新八が語ったところでは、あの土方にしても北辰一刀流の目録を持つ藤堂平助にしても、宗次にかかると子供同然にあしらわれたといいます。やがて文久2年、1863年、京都警護の任を果たすべく浪士組の募集が始まると、市営官の面々も馳せ参じて加わりました。彼らは身分浪士組と称し、過激な尊王志士の取り締まりと市中警備を任されます。そして8月18日の政変では、御所の門を守って功績を称され、新選組と名を改めました。そんな宗次は近藤の指揮の下で凄まじいばかりの剣撃を振るい、多くの敵を討ち取っています。一説によると、宗次の剣は目にも止まらぬ速さだったとされ、一度踏み込む間に3発の突きを繰り出したとも。やがて芹沢鴨の殺害を皮切りに、遺恨があった奉行所与力内山彦次郎の暗殺、さらに元治元年1864年には池田屋事件が起こり、尊王派志士を相手に奮闘しました。二人の敵をあっという間に倒しますが、戦闘の最中に血を吐いてしまい、やむなく現場を離脱しています。これ以降華々しい活躍は影を潜めますが、それでも金門の変に参加し、その後も尊王派志士と戦うなど、病身でありながら新選組のために尽くしました。しかし病魔は確実に宗次の体を蝕んでおり、体調の変化から鳥羽伏見の戦いには参加していません。やがて江戸へ到着するとともに、幕府医学所へ入院しています。そして江戸開城後の明治元年1868年、千駄ヶ谷にあった民家の納屋で静かに息を引き取りました。享年は27だったとも。その後若くして亡くなった天才剣士は伝説となり、多くの小説やドラマに登場することになるのです。第3位、あまりに過激な思想で粛清された恐るべき幕末四大人斬りの一人、川上玄斎。激動の幕末にあってひときわ異彩を放つ剣豪が川上玄斎です。ただの暗殺者ではなく、時の政治にすら影響を及ぼした人物でした。玄斎は熊本藩士の子として生まれ、若い頃は藩主の茶坊主として仕えています。その傍らで剣の腕を磨き、その実力はめきめき上がっていきました。やがて轟武兵や林応援といった国学者から学問を学び、宮部貞蔵らから兵法を授けられた玄斎は筋金入りの攘夷論者となっていきます。そして意を決して僧を辞め、過激な尊攘活動へ身を投じていきました。文久元年1862年、28歳になった玄斎は上洛して、長州藩の久坂玄水や桂小五郎らと交流し、攘夷派の公家三条実富の信頼を得るようになります。その2年後、開国派として名高い佐久間象山を斬ったのは玄斎でした。象山のような西洋かぶれの人物を生かしておくつもりはなかったのでしょう。人斬り玄斎として恐れられた玄斎ですが、確実に斬っているのは佐久間象山だけです。しかし多くの人の証言から推測すると、記録には残らない人斬りを繰り返していたのは間違いありません。その剣技は独特で我流そのものでした。右足を前へ出し、左膝が掴んばかりに低く構え、そこから右手だけで必殺の逆毛差斬りを繰り出すのです。相手は防御すらできないまま切られたといいます。ある時酒を飲んでいた玄斎は同僚から、あの役人が横暴でかなわぬと愚痴を聞かされます。黙って聞いていた玄斎ですが、そのまま席を立ってどこかへ行ってしまいました。
しばらくして戻ってくると、その手にはかの役人の生首が。さあ飲み直そうと言わんばかりに目の前に置いたそうです。玄斎に睨まれたら逃げられないことから、平口の玄斎と仲間内で呼ばれたとも。平口とはマムシを指しますが、マムシに例えられるほど執念深い性格だったようです。それでも家族に対しては深い愛情を注いだという逸話も伝わります。元治元年1864年、禁門の変が起こると長州藩に味方して参戦。ところが信仰の厚い草加元帥が亡くなってしまいます。友を失った元帥はますます人斬りに流行った友。その凄まじい殺気は新選組ですら恐れをなし、近藤勇などは元帥の姿を見るとわざわざ道を変えたとも伝わります。さて、攘夷を唱えて熊本藩を説得しようと試みた元帥ですが、まだ藩が砂漠派だったこともあり投獄されてしまいます。しかし、ほどなくして明治維新を迎え、元帥はその能力を買われて新政府の参与に就任しました。とはいえ、新政府にとって攘夷など昔の話。今や欧米の仕組みを取り入れて近代日本を作ろうとしているわけですから、相も変わらず攘夷ばかり唱える元帥は煙たい存在となっていくのです。やがて大分の鶴崎へ左遷された元帥は致命的なミスを犯してしまいます。大村益次郎暗殺に関与した大楽源太郎をかくまい、さらに新政府転覆を狙った二教事件にも深く関わっていると嫌疑を受け、とうとう元帥は獄につながれてしまいました。こうした一連の動きによって新政府は元帥を危険視し、明治4年1871年になると斬首の刑に処するのです。剣の腕があり政治に明るいはずの元帥でしたが、時代を読む力が不足していたのでしょう。享年38、若すぎる死でした。第2位、常に戦闘で戦った新選組最強剣士、長倉新八。長倉新八は松前藩士の息子として江戸上屋敷で誕生しています。すでに8歳の頃には新刀無念流へ入門、剣の腕をめきめきと上げていきました。その後も道場を渡り歩いては剣の修行に勤しむ新八ですが、25歳の頃に天然理心流の道場紫栄館を訪れたことで運命が一変します。浪士組の募集に応じて近藤や土方、沖田らと参加して京に上り、身分浪士組、後の新選組を結成しました。新八は剣の使い手として認められ、二番隊隊長を拝命、また月剣師範を務めるなど組織の要職を務めています。1に長倉、2に沖田、3に斎藤といった感じで、剣の腕は沖田総司より上だったと証言されているほど。また新選組が戦ったほとんどの戦闘に参加するなど実践的な剣の腕を持っていました。新八はもともと旅力が強く、新刀無念流の免許改伝を授けられています。その必殺技となったのが流飛剣という刀法です。これは下段の構えから敵の剣をすり上げ、そのまま切っ先を返して切り落とす技でした。凄まじいスピードとパワーが要求されるため、荒々しい新八の性分に合った技だったことでしょう。その腕が最大限に生かされたのが池田屋事件です。沖田が血を吐いて倒れ怪我を負った東堂が離脱する中、新八は指に傷を負うものの孤軍奮闘して4人を討ち取ってみせました。刀が折れ、鎖片びらもボロボロになったといいますから、凄まじい戦いだったのでしょう。さらに慶応3年1867年、油の工事事件において新選組を脱した伊藤貸太郎と東堂平助らを暗殺しています。翌年に起こった鳥羽伏見の戦いで新選組の副長となった新八は甲冑を脱いで身軽となり、堀を乗り越えて政府軍に突撃を敢行したといいます。しかし旧幕府軍の劣勢は明らかとなり、大使たちは戦場から撤退するしかありませんでした。ほどなくして江戸へ戻ると、近藤らと紅葉鎮部隊を結成、甲州勝沼で新政府軍と戦うも敗れています。もはや剣の腕が物を言う時代ではなく、それでも新八は懸命に戦い続けました。
生き残った仲間たちと正教隊を結成して戦おうとしますが、ほどなくして会津若松城の会場を知るのです。しばらく米沢で潜伏していた新八ですが、江戸へ戻ると松前藩へ自首した上で帰参が認められました。その後は北海道へ移り、新選組の同志たちを忍びつつ穏やかな日々を過ごしていったようです。第1位、剣術ではまさに敵なし、あの龍馬や渋沢栄一も弟子だった千葉英二郎。実戦を経験してリアルに人を斬った剣豪が多い中、千葉英二郎はおそらく人を斬ったことはないでしょう。なぜなら道場での活動を中心に剣技を極めた人物だったからです。名字の千葉とは、あの江戸三大道場に数えられる玄武館千葉道場のことですが、英二郎は父周作を超えるとされる天才剣士でした。幼い頃から北辰一刀流の英才教育を受け、4人いる兄弟の中でも飛び抜けた才能を持っていたとも。すでに14歳にして千葉の小天狗と称されるほどでした。19歳の頃、江戸でも屈指の強さを誇る新刀無念流の使い手で鬼勘と称される斎藤勘之助と試合をしました。この時に小手や胴を決めて見事に勝利しています。ちなみに英二郎の必殺技だったのが右片手上段という構えでした。これは右手一本で竹刀を構えるスタイルで、打ち込む際に際立った履力が必要です。また同時に隙を見せるリスクも伴うため、精神と技術そして体力が充実してこそ威力を発揮できました。その全てを兼ね備えた英二郎はまさしく天才だったことでしょう。それからほどなくして後に幕府の三州と称される山岡鉄舟から勝負を挑まれます。鉄舟もまた北辰一刀流を学んでおり、鬼鉄と呼ばれるほど強かったそうです。ところが鉄舟一人では全く歯が立ちません。そこで20人ほどの仲間を集め、代わる代わる英二郎に挑ませました。そして英二郎が疲れ切ったところで鉄舟が挑もうとしたのです。ところが英二郎の剣技は想像のはるか上を行くものでした。20人はことごとく敗れ去り、それなのに英二郎は息一つ切れていません。最後に鉄舟が挑みかかりますが、勝負はあっけないものでした。敗れた鉄舟が英二郎の竹刀を見てみると、なんとぽっきり折れているではありませんか。鉄舟は改めてその強さに驚愕したそうです。英二郎のエピソードはまだまだ尽きることはありません。嘉永2年1849年に行われた試合では、当代随一とされる剣士たち18人を相手に戦い、その全てに勝ち越しています。当時の試合は3本勝負ですから、2本取れば勝ちでした。いずれも名打ての名人を相手に、実に勝率9割と言いますから、恐るべき強さでしょう。さらに父に代わって水戸藩の剣術指南を仰せつかった英二郎ですが、なぜか藩士からの評判はパッとしません。よくよく聞いてみると、英二郎は竹刀をくるくる回してみたり、わざと竹刀を相手の股間にくぐらせるなど、まるで曲芸のような技を見せつけたそうです。それでも藩士たちが束になっても歯が立たず、彼らは悔し紛れに、なんだあの曲芸のような剣さばきは、ふざけているにも程があると悔し紛れに吐き捨てたとか。英二郎に悪気はなかったはずですが、ふざけて見せるほど強さが際立っていたのでしょう。無敵の名を欲しいままにした英二郎ですが、そんな彼も病には勝てませんでした。文久2年1862年に大番頭へ昇進した直後に病となり、30歳という短い生涯を終えたのです。ちなみに沖田総司や川上源斎らのような暗殺剣と英二郎が駆使した道場の剣は根本から違います。暗殺剣は敵の隙をついて繰り出すものですから、所詮は奇襲に過ぎません。もし相手が本気で向かってきたなら、勝てる保証はありません。一方道場の剣は正々堂々と勝つためのもの。相手の動きを読み切り、一瞬のうちに鍛え上げた技を繰り出します。もし沖田や川上、あるいは中村が試合をしたら、果たして彼らは英二郎に勝てるでしょうか。
そういう意味で真の最強とは千葉英二郎だったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。